はい、ということで、はい、本日も、500円デッキ、例のね、はい、DL マスターズ小学生向け500円デッキ企画、はい、ご協力のデッキ届きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと早速開けてください。はい、いただきます。はい。うん、一つ突っ込みどころがあるんで。なんでしょう、なんでしょう。じゃあ、とりあえず、はい、中身開けて。すごい、立派な。お手紙、お手紙。これは、店頭用のデッキ説明だ。ああ、はいはいはい、説明書きありがとうございます。はい。そして、お手紙。これは何でしょう。ちょっと待ってくださいね。固まる。ああ、なるほどなるほど。固まる。ああ、これはお手紙ですね。おう、はい。はい。お願いします。ですね、じゃあちょっと早速呼ばせていただきたいと思います。はい。ブックアイランドジュニア店、店長久田、ちゃんと久田康隆さん。ああ、ありがとうございます。はい、フルネームで。ありがとうございます。はい。はい、この度はご多忙の中、小学生限定500円デッキの企画に協力させていただき、誠にありがとうございます。いや、こちらこそ。本当だよ、こちらこそ。これはこっちが言うんで。逆だ、すみませんね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。自己紹介させていただきますと、ここでじゃあ、ツイッターの名前ですね。はい、僕は今まで、これは僕と店長もですけど、これは魚雷さんだと思ったんですけど、亀ライフさんです。亀。そう、魚じゃなくて、そうなんだよね。アイコンが、ここにあるかな。ジョーカーズの亀ライフなんでしょ。あ、そうです、そうです。うわー、よく、そう、パッと見で分かんなかったんですけど、はい。カメライフさんです。はい、カメライフさん、ありがとうございます。という名前で活動しているものです。デーマは7歳の頃、第1弾が発売された時からの付き合いです。お、いくつか分かっちゃうぞ、それは。うん、そうですね。だいぶ、大学受験との関係で、まあ、カズさん買った辺あたり、まあ、ちょっと一回、やめたりとかもしてるそうですが、はい。で、今回の送付内容です。うん、4つあります。はい。まず、この挨拶文です。うん。お2つ目、提供デッキ。はい。で、提供デッキの説明文、これが、はい、ポップも作ってくれたんだな、きっと。はい、でですね、スーパーデッキサーガマットロックチェスター。ちょっと待って待って、あれなんか話が違くない、あれ、うん、これは、はい、うん、これは500円じゃないやつだよ。これは500円じゃないやつですね。これは、はい、なんかすごい色入ってる。金を読んでってもいいですか。あ、お願いします。はいはいはい。蒸気、はい、4につきましては、私がタンスの奥で腐らせておく、ブックアイランド様の方が有効に活用していただけると考え、せっかくの機会ということで送らせていただくことといたしました。すげえ。店頭で販売していただくなり、僕の動画のネタにしていただくなり、うまく活用していただければ幸いです。これね、もうちょっと早かったらマジで使ってたかもしれないですけど、今まさにやってるやつでしょ。今まさにこの間開けちゃった。じゃあこれはお店の、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ちょっとびっくりした。懐かしいな。これ、俺一番買ってたやつなんだよ。そうね。全部ね、金色とか銀色の頃だよね、なんかそのスーパーがね。よく持ってましたね、こんな。すげえ、綺麗だし、しかも。はい、うん。で、なんか今回デッキを送らせていただいた経緯とかもあるそうなんですよ。お、お願いします。これじゃあ全部いっちゃっていいですか。お願いします。はい。ちょっと続きます。若干説明させていただきます、はい。私が初めてカードショップに足を運んだのは小学5年生の頃でした。5年生多いですね。その店ではオリジナルのデッキも販売していたのですが、一番安いものでも1つ3000円あたり、あ、まあ、これも3000円ぐらいです、ね。まあ普通はそうだよね、はい。当時の公式が販売していた構築済みデッキは1個あたり1000円前後のものがほとんどでした。その3倍の値段ともなれば、まあ、小学生の財布ではとても買えませんでしたと、その時は1つでいいから他の人が作ったデッキを買ってみたいなと感じたことをよく覚えています。それから時が経ち、すっかり大人目線が染み付いてしまい、今となっては小学生を取り巻くデュエマ事情がどういうものかは分からなくなってしまいましたと。しかし、さまざまなデュエマの情報が、溢れている今日でも、自分がかつて感じたことと同じことを感じている。同じようなデッキとか、なんかもうちょっと安くないかなと。はい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 。はい、のだろうかと考えることがありますと、うん、また今は子供の頃とは違い、手元に溢れるほどの、うん、まあそうですね、大人になって、まあね、そういうことね、たくさんあります。でそのような先に、まあ、今回のような企画を聞きまして、うん、まあ、自分にとっては不要なカードですけれども、子供にとっては、まあ、宝の山に違いないと。これは。ということで、まあ、自分が子供だったら、まあ、多分そういう気持ちになっていただろうと。だから子供たちに使ってもらった方が絶対にいいと思いましたと。はい。そして、久田店長にダイレクトメッセージをお送りした、多分したんじゃないですかね、これはね。はい。で、小学生限定500円デッキ配布販売は本当にいいアイデアですと、うん、有志の大人が協力すれば手持ちのカードの寄せ集めではないちゃんとしたデッキと、まあ、子供の間をつなぐインフラを整備してあげることができますと。そうか、うん、そうだ、その通りなんだよ、うん、まあ、もちろん寄せ集めのね、あのみんなあのパックを買って作りましたみたいなのも全然いい、それでもいいと思うし、思いますが、うんうんうん、まあ、それでもね、やっぱり我々としてある程度知ってる身からするとなんかちょっとある程度はちゃんとしたものを使ってほしいなっていう気持ちがありますからね、うんうんうん、はい。
でぜひ今後も続けていただきたいですと、はい、私もカート整理がてら時折お手伝いさせていただけたらと思います。いやー、はい、ありがとうございます、子供の頃から電話親しんできましたから、子供ならではの楽しみ方も、大人ならではの楽しみ方もある程度知ってるつもりですと、今後も今まで自分が見つけてきた電話の楽しみ方をこのような形で子供に還元する機会をいただけたら幸いですということで、日付までしっかり書いてあります。はい、本業も書いてあります。ありがとうございます。いや、ご丁寧にありがとうございます。はいはい、いやなんかさ、この僕の思ってることをこの 100% 以上に理解してもらって何共感してもらってる感があるんだよね。その大人から子供たちへそのバトンをつなぎたいみたいな、そのね、すごいなんかね、なんだろう、分かってもらえた喜び、共感、うん、それがすごくあります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはちょっと大切に保管、この手紙はちょっと本当に、うん、ありがとうございます。はい、なのでじゃあこれで式とかのこうなんかなんかね、ちゃんとしてるお手紙をいただいちゃってね、はい、うん、これちょっとお返事書かなきゃいけないな、はい、で、はい、で実際の、うん、はい、いくつぐらいいただいたんですか。これいくつあるんだろう。はい、お、もう書いてある。で、あ、ギャラシーいると、うん、じゃあいろいろ見せます。うわー、三軸カジノもかっこいい。ネラビートジョーカーズ、どこもあんの。はい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 、はい、多分、うん、この方のお箱はこれです。はい、ああそうなんだ。あ、そうだよね。はい、カメライフだもんね。はい、うん、じゃちょっとこれざっと、はい、ちょっと見せてください、ね、うん、あ、おう、本当にちゃんとしてるやつじゃないですかこれ。はい、メラビートと、おお、サンダイオと、はい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 、うわ、ドラムスコ、これを500円で、まあ、うん、はい、そう、それはね、だパーツ取りとかそういう下劣な大人には売らない、小学生が使うために売るんだっていうので、あ、でもちゃんとそうですね、500円っぽく、あ、ちゃんと、うん、そかそかそか、はい、まあ、でもこれ入ってますからね。それだけでちょっと十分だな。あ、てかごめんなさい、俺ちょっと爪、あ、まあまあまあ、突き刺さっちゃった、ごめんなさい。ちょっと気付けよう。はい、はい、でもドラマスコが4入ってるんで、ちゃんと、はい、カメライフいるの、ちゃんとカメライフ、カメライフが、あ、そういえば確かにカメライフ、カメライフ火のジョーカーズですけど、うん、あ、それは自分で集めてるからダメなのかもしれない。カメライフいませんね。いませんね。はいはい、わかりました。カメライフ、はい、あと入ってそうな出来多分ないですねこれはね。はい、カメライフはいないということ。これどうしましょうか、全部やったら結構そうだね。いやいや、でこれのデッキ説明も1枚だけちょうだい、見して。これのデッキ説明文を、デッキ説明文を、うんうん、カメライフのことに関して何か書いてあるかも。書いてない。あ、うちの仕様をちょっとそのままやってくれたんだ、あ、すいません、ありがとうございます。すごいすごい、はい、はい、メラビートジョーカーズ、あ、はい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 ですね。はい、すげえ丁寧に書いて、ちゃんとした人なんだな。じゃあ、うん、僕らより字綺麗ですね。当然だろう。はい、スピードアタッカー16枚、クリーチャー破壊するカード18枚、うんうん、相手のクリーチャーを全て破壊して、まあ、ダイレクトアタック決めようと、うんうんうん、いうことですね。はい、まあ、そんな感じかな。はい、分かりました。じゃあこれをじゃあさっきのデッキ声つけまして、本当ちゃんとしてますね。うん、ちゃんとしてる。ちなみにカメライフに関しては書いてなかったですね。うんうん、うん、はい、カメライフは持ってる人は入れましょうということですか。そう、魚雷と間違えてすいませんでした、はい、本当にすいませんでした。もう本当このここ数年間ぐらい魚雷だったそれ思ってた。はい、はい、じゃあこちら本当にありがとうございます。で、あのデッキを5個いただいたんで、とりあえずうちのね、あのオリジナルスリーブ、これお礼としてあの5個送りますが、はい、ちょっとこれだけじゃ足んないんで、ちょっと何か別にもなんか、はい、これもなんかあるから。そうですね、ちょっとこれが、うん、なんか一緒にお礼送らせていただきますので、はい、ありがとうございます。はい、ご協力ありがとうございました、カメライフさん。はい、はい、他のデッキはあのここ並べます、ね、そうだね、並べてからまた写真とか出すよ。はい、そうですね、うん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。対応、荷物が届いたので開封してください。これ、はい、お願いします。レターパックが届きました。お、なんかカードですね。うん、てかなんか小分けになってる。そうだよ。おお、デッキか。すげえ、しっかり書いてくれてる。それはそのまま店に並べられそうな。すいません、うちにこんな、これどこにあったんですかね、この。すごい、ジップロックね、素敵。これ欲しいな。すごいな。小分けにできるタイプです。はい。そういう感じ。なんだこれ。はい。あ、お手紙入ってる。ね、お願いします。はい。はい。じゃあ読ませていただきます。はい。はい、久田様、町田様へ。はい。いつも楽しく動画や麻雀対戦させていただきありがとうございます。ありがとうございます。先日動画でありました小学生限定500円オリパ、ほうほうほう、楽しそうでしたので、うん、息子のテント一緒に作成しました。おお、すげえ、いいですね。ありがとうございます。しました、はい、4つ作成、4つある、4つもあるんだ。はいはいはい、おお、すげえ、出しましょう。はい、うん、
4つ、はい、4つ作成したデッキは強いかどうかは分かりませんが、うん、小学生の子供さんたちが楽しんで遊んでもらうにはいいかなと思って作成しましたと。いやいやいや、お送りしたデッキ専用用紙や袋がお店の仕様と異なってしまい申し訳ありません、うん、いやうちよりしっかりしてます。全然しっかりしてる、はい、このままいけるわ、寒くなってきましたのでお体大切にしてください、うん、これからも応援しておりますということで、とうとうペンよりということですね。はい、はい、ありがとうございます。あの父さん、いつもねお店に来てくださってる父さんと息子さんの天くん、はい、から、例の500円デッキの方のね、はい、提供いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よく見たらあれですね、作成者が、うん。ちゃんと書いてある。あ、ほんとだ、すげえ。どうなのこのデッキは。ちょっとまだ内容全然見てない。見てない。あの、しっかり書いてくれてるからありがたいね。そうですね。うん。これ何、ま、なんでマッチポックなんだあ、そういうことね。はいはい。いろいろそれぞれテーマがあって。はい。はい。パッと見で分かったの、ロックスピークスピーカーしか分かんない、ね。ロックスピーカー、知ってるこれは。早いやつだよ。そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、このデッキ、はい、ちょっとご提供いただいたので、こちら、お礼としてね、4つ分、デッキ4個あるんで、4個、うちの方のスリーブを送らせていただきますので、はい。はい、それを持ってお礼とさせていただきます。はい。ありがとうございます。じゃあ、これはもう今日から、店頭に、並べさせていただきます。はい。もう実はね、これ初めてまだ数日なんですけど、結構お客さん来てくださってて、これ目当てとかね。うん。なので、結構売れたやつはこうやって紙に取っとくんですけどね。はい、こういう感じにやっております。実際、売り場の方も広げて。結構街も場所ないからさ、上の段とかも結構侵食しちゃうよ、これ。500円デッキの。最初下でいいんじゃないですか？下の方に行く。あ、そっか、小さいんだもんな。そうだ、下の方をじゃあ削って。はい。じゃあ上と、この辺の方に並べていきますので。もしあれだったら、うん、この下2段は500円デッキにして、上1段は本当になんかちょっと500円じゃなくてもちょっと高いですよ。ああ、デッキコーナーにすればいいのか。はい、ああ、いいかもね。うん、そういうのもいいかもしれない。はい、はい、ちなみに一番高いデッキはあるとか、これはまた別の話、まあ、別の話、これは別の話になります。はい、わかりました。じゃあこちらね、500円デッキ結構人気のあるものっていうか一点ものなんで、お一人様1個で今お願いしてますので、はい、ご了承ください。はい、お願いします。よし、じゃあ頑張ってやっていきましょう。ありがとうございます。